さて、ストーブリーグをする前にちょっとね、個人成績を見てみようかなと思いますが、大村武と中村典とね、よかったね。豊田勝則がね、まあ確かにっていうのはあるな、この辺ね。でまあホームランも、まあ中村典、おばんどうがね20本ぐらい打ってくれればっていうのはあるけどね。盗塁はすごい稼いだね、3人で。あー、豊田がやっぱエラーが多いのか。一塁手ね、誰か補強したいね。投手成績は、まあ、ローテーションを守ったメンバー軒並みね、いいですよ。まあ、門倉が 3.4 だけどね。で、勝利も、2桁ね、勝ったのがこれだけいますからね。沢崎とメンデが、よくね、頑張りましたね。なかなかいい感じじゃないでしょうかね。はい、ということでストーブリーグ入っていきます。今ちょっと咳が出そうだった。なんだろうな、季節性のものかね。なんか去年もこんなことあったんだけどね。まあ、だましだましやっていきましょう。はい、車がね、帰ってきました。まあ、中継ぎとかでね、頑張ってもらいたいね。はい、年間タイトル。ねえ、野村、そしてメンデ。頑張りましたね。立山さん、21勝。くー、すごいな。まあ、こっちはね、中村典が頑張ってくれて、で、マウリシオが新しくね、スタートして出てきましたね。新人王は三沢。お、MVP 取りました。そしてセリーグは、福森、三浦大輔、矢野。あとはもう、全員松井だ。盗塁王だけ和夫。新人王くしだ。 MVP は松井。松井はもう無双だな。松井と一郎はね、もう無双ですね。さあ決算。サイドビジネスね。はい、まあでもね、2位で終えましたから。まあこっからっすね。引退2人。まあ頑張ったけども、球速100キロだとね、厳しいか。でまあ彼もね、よくやってくれましたけど、これは引退止められないですね。引退2人か。投手を2人ぐらいは欲しいっすね。でキャッチャーね。あとは一塁手か。一塁だな。一塁の守備ができる人と、まあ福留ね。福留は外野手コンバーとしていいかな。福
外野もね、ちょっと磯部のところがね、ちょっと厳しいんでね、磯部をファーストコンバートしてもいいけどな、難しい。まず投手の頭数を揃えないといけないのはそうなんだけど、各球団ね、ローズがついに引退ですか。まあ頑張りましたね。山本昌、立浪、高津、古田、そして浜田ね。なかなか、ヤブ、川尻。川尻はまだうちに来たらやれそう。串田もなんかもったいないね。あと吉永か。前田も引退。ちょっともう時代が変わってきたな。水口ね。さあ、ここだ。4億5000万は出せないっすね。まあ2億円以下ぐらいで。アニヤ、近藤、決まった。赤堀監督も、まあ赤堀監督にするか。いや、赤堀ピッチングコーチは、赤堀ピッチングコーチやな。でも決まった野手コーチでもいいよね。リードが上手になる。五十嵐野手コーチかな。で、監督、案外村田さん結果残しちゃったからな。石毛とかね、なんとなく合いそうだなって思うんだけど、アニヤさんかな。アニヤ監督、アニヤ、赤堀、五十嵐体制で、で外国人はまあ0円で、まあこれもね、動画撮り終わった後にウィキペディアで調べて、どういうチームにいたのかなとか、どういう成績だったのかなって見るのがね、楽しみなんですよね。 OK。 まあ作戦会議はまあ、ただいまより今年度の新人選手選択会議を開会いたします。まずは投手ですね。投手しかいないね、まずはとか言いながら。岩岡さん取りたい。第1回選択希望選手、カープ矢野文雄18歳、外野手。第1回選択希望選手、ブルーウェーブ小川博文21歳、内野手。第1回選択希望選手、タイガース福井正幸18歳、内野手。第1回選択希望選手、マリーンズ前田周平22歳、内野手。第1回選択希望選手、スワローズ有村貴博22歳、内野手。第1回選択希望選手、ホークス島田誠22歳、外野手。第1回選択希望選手、ドラゴンズ小
和幸18歳、投手第1回選択希望選手ファイターズ小川博文21歳、内野手第1回選択希望選手ジャイアンツ福間雄太郎24歳、投手第1回選択希望選手バファローズ岩岡正也22歳、投手第1回選択希望選手ベイスターズ飯塚健二18歳、内野手第1回選択希望選手ライオンズ寺本志郎18歳、投手小川、指名が重複いたしましたのでただいまより抽選に入ります。ファイターズ交渉権を獲得いたしました。第2回選択希望選手ブルーウェーブ笹川隆18歳、外野手1位指名選手は以上のように確定いたしました。カープ今回の指名はありません。第1回選択あとは2位どうしようかな。第1回選択希望選手マリーンズ、第1回選択希望選手ホークス、第1回選択希望選手ファイターズ、第1回選択希望選手 C クラス、案外この大山くんの方が評価は面白いんだよな。大山くん取ってみるか D だけど。第1回選択希望選手バファローズ大山隆弘18歳、投手ベイスターズ第1回選択希望選手ライオンズ立山健吾18歳、捕手2位指名選手は以上のように確定いたしました。まあこれで十分かな。ライオンズベイスターズ十分じゃないかな。うん、今年度の新人選手選択会議を終了いたします。よし、あと他球団の S 級飯塚さん、福間、あと上田取ったのね、いいよね。小野、全然名前知らないけど、チーター顔負け、うわーこれいいね。島田、あーチーター顔負けの即戦力か。うん、おー契約金すごい持ってきたな。いや8000万、いや A だからな。まあ9000万の2000万でいけない。もう一声、うーん1億円、あー失敗か、マジか、なんてこったい。はい、1億1000万いこうか悩んだけどね。うん、まあでもチェンジアップ持ってるんで、あとは縦変化を覚えさせましょう。FA ね、自チームから出てくると、あ、ゼロ、助かる。小笠原、でも7億円だ。いけなくはないな。新庄、いや、だったら坪井か。ちょっと悩むね。三浦大輔、三浦大輔でも8億なんでね。森進嗣もいいね。
とりあえず外野坪井は補強しよう。これはお得だと思うんで。うん。小笠原ね、いいな、一塁小笠原はいいけどちょっと取れないっすね。で補強するんであれば横山森小林あたりなんだよな、予算的に見て小林かな。よし、これで OK。これは期待できると思うな。これで坪井を補強したことによって外野手の守備の穴は埋まったから、あとは入団テスト組で一塁ね守れる。ああ不満なし。いやーそれなりでいいんじゃないかな。一回渋め提示してみるか。うん、渋め定時飲んでくれるかな。あー飲んでくれた、ありがとう。さあ入団テスト。そうかね。DH 使えそうな方が誰も来ませんが、22歳のキャッチャーが来たんで、彼は取りましょう。投手、あー豊田9000万か。あこれいいんじゃない。25歳の1400万の選手。まあこんなところだな。過ぎた星、いや悪くないと思うね。なんか期待外はあると思うね。うん、車投手。うん、3億円のプラスで。いやまあ今回はちょっとオーナーには褒められると思うな。今年はそうか普通か。おー契約が今月で切れます。なるほど、契約しよう。ファンクラブ予算も避けるんで。ああ、陣容ね。ああ、権藤監督体制ね。なんでこんな強いんだろう。横浜、あ、外国人がもうすごいんだ。あーなるほどね。うん、やっぱ長期政権だね。あー野村監督ね、監督すればいいのにね。
衣装像。マウリシオすげえな。10億円。すごい。そういうバランスなんだ。はは、マウリシオがすごいんだな。ハムもね、大島監督体制長いね。王さんね。近藤監督。はい。ファンクラブ予算。1000万ぐらいいけるんで、いきましょう。土井ね。土井はお気楽クイズにしようかな。おお、年間シートは今40万で、で余裕があるんでキャンプもいいところね。オーストラリア2億円はな。でも1億5000万も変わらんか。どうしよっかな。2億オーストラリア行こう。で問題はまあ坪井大村川口で外野守るとしてた福留を外野コンバートにするかだったら、いっそのことファーストコンバートかなっていうところだね。うん。さて、門倉はコーチおすすめ、牧もコーチおすすめ、山村もそうかな。で小林幹秀はチェンジアップ、沢崎もコーチおすすめ、メンデもね、前川もかな。で土井は、チェンジアップ、高見もコーチかな。越野もコーチ、添田もコーチ、大山は縦変化、ホーク、車はコーチ、もう一人の車はチェンジアップで、ポッシュ、杉田くんね、勝則がコーチ、全員コーチかな。で豊田を守備というよりは総力、いやまあ総力か、C
進路をねちょっともう厳しくなっては来てるんで、まあこれはコーチ、武藤さんもコーチ、山下もコーチ、ノリもコーチかな。いや打撃か、いやコーチかな。太田は打撃、石井さん打撃で福留をファーストコンバート、外野坪井コーチかな。おバンドは打撃、大村もで、川口な守備か。磯部打撃かな。はい、まあこれで OK でしょう。福留ね、よし、うわー助かる。まあ年間チケット代の前借りみたいなところだからね。はい、じゃあオープン戦がスタートします。はい、新戦力テストもしてください。まずは作戦室、投手陣ね、門倉、山村、牧、面で、前川、沢崎のローテーション。中継ぎが少し不安だけど、抑えがね、もういいよね。いい。で、まあこっちも大村、武藤、坪井、中村、福留、おばんどう、石井拓郎、川口、勝則なんで、戦力揃ってきたよね。なんか伊手前打線感出てきたよね。川口のところね、磯部がねいれば、なんかよりね、より伊手前感は出るけど、外野なんかは結構いいね。やっぱファーストちょっと急場しのぎなんで、なんかファースト誰か来てくれればね、福留レフトあたりでもいいんじゃないかなって思うけど、OK で、2軍のまあ高見と大山はね、ファームで、まあ、4月になってから練習をつけましょう。というところで、あとはアイテム開発はもう終わってるから、グッズね、よし。
あとは新人探索か。新人探索。内野手探すか。打球への反応鋭い。もう今季はもう完全に優勝を狙っていきますんで、まあ、初めてねまともな補強ができましたから、ガルベスがいる。まあ今季も多分3点以上取れれば勝ちにつながるかな。よし、けっ、投手陣はあとはね、中継ぎ1人ぐらいね、柱がいれば。頼もしくはなるね。あとはね、キャッチャーの後継と、ファーストだね。いいね。受けた。仕事ができるね。清原とかもう出てこないかな、転生して。箱崎、わー出た、チーター顔負け。うん、もう任せず。よし、オープン戦調子いいね。あ、留学ね。あー、ちょうどいい、行ってこい。で、才能開花させて帰ってきたら、来年一塁守らせて、福留外野手コンバートの構想でいけるな。よーし。オープン戦調子いいよ。
大決算。うん、まあでも、前世紀に比べるとな、人件費も5000万ぐらいは削減してるんで、うん、サイドビジネスの施設収入が3000万に上がった。これは地味にでかい。お気楽かな。なんかね、ふるさとテレビはなんだろうな、一局ネットからだんだん二局三局と増えていって一番良くなるらしいんで、どうしようかな、ふるさとテレビ育てようか。うん、ネット局がね増えるそうなんで。まあ、今後に向けて。勝率8割、オープン戦勝率8割、これが1年間続けばもうぶっちぎりの優勝。いけるね。しゃ、でグッズか、グッズが完成。指輪、1億半年。まだ大丈夫そう。うん、ああ、高額商品だ。それであとは練習指示ですね。マッキー変化か、山村、うん、まあ9位、小林、うん、請求、あ違う変化ね、うん、土井さん、土井さん請求か、違う、請求請求、星野、ああ体力ね、まあ確かにな、添田、うーん、まあ彼は9位だな。であとは変化、変化ね、で捕手、勝則さんはパワーの、あとはそうね、これしっかりやってもいいんじゃないかな。ノリ、まあバッティングバッティングバッティング、福留は守備だな、守備ね、守備 B ぐらいにはしたいもんね。まあ、あとはでも、うん、こんなもんでいいんじゃない。守備、うん、まあいっか、いや、コーダのおバンドはパワーだね。大村さん、川口、川口は守備かな。うん。
磯部はバッティングだね。あと2軍体力だね。確かに、体力は必要だわ。高見は制球とか、まあ、投げ込みあるね。いや筋トレ。はい、じゃあペナントレースね、進めていきます。よし、あっちゃ、スタジアムもタイミング見てね、増築してもいいかもな。引き分けか。よし、勝ちたかったな。3回戦目は勝ちたかったね。あー、小笠原ロッテか。ロッテ小笠原、そうか。小笠原ね、セリーグとか行ってくれればね、よかったんだけどな。あー、修理ね。はい、よし、いいぞいいぞ。3連勝とはいかず、ライオンズがね、少し抜け出してましたね。まだわかんないけどね。福留もホームランランキング入ってきた。トレード、タイガース、あー、進藤さんに対して、いや悪くないけどな、若いし。ちょっといらないかな。よし、勝ち越し成功。3連勝はなかなか難しい。オフのこと考えてるもんね。まあピッチャー、キャッチャー、ファーストか。よしよし、3連勝。いいね。坪井が打っ
って、ね、中村と福留がホームラン打ってるんで、打線の流れはかなり良くなったね。おー、坪井サイクルヒット。西口100勝。直接対決。よし、門倉。よし、はあ、1点差ゲームものにした。ここは勝ちたい。よし、ナイス。活躍がすごい。6連勝をやったぜ。よし、7連勝。まあまあまあ、よーしよ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 し、打線が爆発してきた。ふう、おお、早くも逆指名。あ、違う、入団か？入団だね。外国人選手か。よし、いいぞいいぞ。まあ2勝1敗で来れればね。ちょっと一つ抜けたかな。はい、成績、あー、でも思ったより防御率が良くない。3.5。 でもその代わりよく打ってるね。なるほどね。対戦成績だと、まあ今のところ全部には勝ち越してると。まあいいでしょう。16勝。さあ5月、グッズの在庫管理か。もうね、早くこれをしなくてもいいようなね、財務状況になりたいね。はい、ということで5年目のストーブリームですが、まあ順調にね、順調に補強もできましたし、6年目のペナントレースで優勝はしたいね。日本一決めたいっすね。
はい、じゃあ次回ね、6年目のペナントレースやっていきます。ご視聴ありがとうございました。それでは。